ご夫婦でマイトペアをガチでやられてるということで、そうですね、家庭内で別居してるような感じプールミーティングスペースがあ、ちょうど見えるようになってんだ、すごいな。はい、どうもムジカです。これ架空請求じゃないですか。どうぞ妨害してんな、シュールやな。髪引き起きる気しかしねえ。大人なめんじゃねえぞ。添い寝パターンも取れますかね。これはもうバレるだろう、完全に。はい、どうも、ムジカです。本日はですね、マイトピアのご紹介なんですけれども、ご夫婦でやられてるという方がいらっしゃいまして、DM で応募、連絡してきていただいたんですけれども、旦那さんとね、奥さんのね、方でね、どっちも見たんですけどね、めちゃくちゃクオリティ高くてね、多分これも誰も作んねえだろうなっていうようなものを作ってたんで、旦那さんの方は。もう、まあ、奥様の方もイギリスのね、宮殿を作られたっていうことだったんですけれども、はい、ということでね、ぜひね、本編楽しんでいただければと思います。ということで、面白いと思ったらチャンネル登録、グッドボタン、お願いします。ということで、本編どうぞ。はい、ということで本日もマイトピアの紹介なんですけれども、なんかちょっとマイトピアガチ夫婦さんがいらっしゃるみたいなんで、ちょっと今回ね招待させていただきます。相当ねスクショは見たんですけど、相当すごかったんで、あ、お願いします。あ、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。ご夫婦でマイトピアをガチでやられてるということで、よろしくお願いします。それは何ですか、もう夫婦の会話をせずに、もう2人ともなんかもうずっとマイトペアをな無言で作り続けてるみたいな感じなんですか。そうですね、家庭内で別居してるような感じマイトペア別居、ちょっとマイトピア別居ですね。あ、なるほど、家庭をじゃあ優先せずにそっちを優先したほどガチで作ってるってことですね。そうですね、頑張ってます。いや、すごいな、それは面白いですね。どっちからいきましょうか。じゃあチャンミーの方から。奥様の方から。了解です。じゃあちょっと見させていただきます。あ、もう入ってます皆さん。あ、今入りました。じゃあちょっと振り返っていいですか。はい、3、2、1、ドーン。おお。すごいっすね。ありがとうございます。なんかアメリカの豪邸みたいな感じですけど、これはイメージはイギリスの宮殿をモチーフにしてます。イギリスの宮殿。はい。宮殿ですね。じゃあ、はい、しかもイギリスピンポイントで。そうですね。イギリスってバッキンガム宮殿みたいななんかありましたっけ？ちょっとそこまで詳しくなかったです。それじゃない。なんか誰も作ってなさそうなものを作りたくて。はいはいはい。100万課金のボルテックスがあるじゃない、ボルテックスでしたっけこれ、ジープがあるじゃないですか。封印されておりますね。そしてあえて荒野1周年の車がこれあえて感がすごいですね、この1周年の車。隣のね紫もあって、ということで、はい、じゃあちょっとポイントを説明しながらご案内いただいてもよろしいでしょうか。ちょっと購入検討させていただきます。あ、本当ですか。はい、まず外見からですね、はい、ちょっと庭にもちょっと綺麗さを取り入れました。ちょっとなんか見た目重視でやってるんで、結構宮殿ですね。廊下作ったりしてね。そうですね、廊下も作って。あ、じゃあもうあれですか、王族が入るような仕様ってことですよね。まあそうですね。そうですよね。あの真ん中のあれいいな、これがやっぱりなんか宮殿感出てますよ、この真ん中の噴水が。ちょっと囲ってみたりして。はいはいはい、もうおしゃれポイントですね。結構内装細かくしてますかね、はい、あ、じゃあちょっと中ご案内いただいてもよろしいですか。はい、どうぞどうぞどうぞ。じゃあ真ん中から入らせていただきます、はい、ということで、うわすごいですね、結構高さがあって、はい、ちょっとここはちょっと高くしてみます。はいはい、でピアノがあってね、この5000円のピアノが、はい、あ、この鏡初めて見た、これいいっすね。これちょっと前に追加された屏風っていうアイテムなんですけど。あ、これで1枚なんですか。そうですそうです。あ、その床もおしゃれポイントなんですよね。あ、本当だ、一段下がってるのか。そうです、ちょっと下がってて、この色も自分で染めて。染められるんですか。あの、この床をこっちみたいに変えたんですよ、ちょっと違う種類で。おしゃれですね。でもこの旦那さんがちゃんと奥さんのねマイトピアのねおしゃれポイントをね分かってて、ちょっと前のめりで説明しちゃうっていうところなんかな、この仲がいい証拠ですね。あとこれコロナ対策の消毒するとこです。あー、なるほど。はい、ここに消毒マシーンがあるんですね。ここ入った時にちょっと消毒してもらってちょっとなかなか高級な機械ですね、消毒に、はい、相当お金かかってますねこの消毒、はい、そうですね、はい、気になるんですけど、ここのなんかプールミーティングスペースがこれはちょっと完全に誰も作ってなさそうな。いやー、作ってなさ、なんかよく海外のホテルとか行くとなんかプールにカウンターがあるようなところがあれですよね、プールの中でハンバーガー食べれるみたいなところあるじゃん。そういうプールの中でミーティングができると、はい、もう強制的にミーティングするためには濡れてしまうってことですねこれね。そうです、はい
確かにこの発想はないな。で、はい、こっちも遊ぶスペースっていうか、あ、こっちは遊んでいいですね。プール的な感じで、はい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 、遊んでもらって、はい、で上にはちょっとリビングとか寝室とかがあるんですけど、あ、こっからですね、上がらせていただきます。もう高さがあるからね、はい、3階分ぐらいの高さですよね、ここは、はい、右側が男子と女子のトイレで、おお、あ、ちゃんと色が別居してるんでトイレもこれはなかなか贅沢な無駄遣いですね。これもはや別居っていうか、なんかただ男女分かれてるだけですそうです、トイレも夫婦なのに別なんです。ああ、まあ確かにそれはちょっとあれですね、はい、でももう家作ってる時からその設定設計の時点で別にしようって言いながら家建てる夫婦いないですけど、仲いいでしょ。あとこっちがお風呂と洗面所になります。あ、こっちか。ああ、いいっすね、はい、ここは一緒でよろしかったですか、夫婦。あ、そうですね、ここは一緒でいいです。あ、ここは一緒でいいんですね、お風呂は、はい、一緒でいいです、はい、まあギリギリいけるだろうと、はい、ギリギリ、はいはい、まあトイレはちょっときついとは一緒はきついです、はい、なるほどねこっちがリビングです。はい、おー、素晴らしい、いいな、いいお家でございますね。ここが一緒で、ダイニングで、はいはいはい、リビングで、ここ結構お金かかってるんじゃないですか、ここの空間は。で、こちら側にこれはちょっと、はい、ドレッサーを意識しました。え、なんすか、いや、あ、ドレッサーっすね、まあお化粧というか身だしなみを整える。はい、で、こちらが寝室になります。おー、あ、ベッドは一緒でよろしかったですか一緒です、はい、ベッドは一緒と、お風呂も一緒と、はい、これはもう普通の夫婦でいいんじゃないですか、これダメですか、はい、もうトイレだけでしたね。トイレですね、はい、トイレだけは譲れんと。譲れませんでした。なるほど、はい、ベッド一緒でよかった。ベッド2台別々であったらちょっとどうしようかなと思いましたね。もう全然仲いいですね、これもう完全に。はい、あとなんかナイトモードってあるんですけど。ああ、そうだそうだ、それをやらないとね。こちらで全体的にも見てほしいですかね。やっぱそこでね、本当の姿が白基調だからね、相当これはいいですぞ。じゃあ行きますよ、夜モード、はい、ドーン、おー、いいっすね。あ、すごいっすね、この下から見ると。これはあ、こうやって入るのか。あ、すごいな、夜いいっすね。あ、すげえ、プールがすげえ。このミーティングスペースはもうお休みな感じです。そうですね、ミーティングスペースはお休み。リビングに行きたい。藤田さん、カメラのフォローっていうところと、いつも自分が見てるような視点のまま夜モードに。あ、ほんとだ。え、こんなんできるんですね。できます、できます。あ、ほんとだ、すげえ、初めて知ったおー、いいっすね。じゃあちょっと一番の見どころポイントはどこでしょうか。まあ、見ちゃいましたけど。リビング結構あれなんじゃない。まあ、リビングすごかったっすね。はい、リビングですかね。リビング。私あとやっぱ庭のバランス的なのも見てほしいです。ああ、全体的な。はい。庭ね。噴水らへんが。そうっすね、さっきドローンで。はい。ちょっとじゃあ改めて、素晴らしい宮殿でございますね。これはもう随時開放してるんですか。はい、そうですね。これです。リスナーさんに一言なんかご案内というかありますか。ご案内ですか。はい、ご案内メッセージありますか。いつでも見に来てほしいです。はい、了解ですじゃあちょっと、じゃああれですか、旦那さんの方に。あ、いいですか。旦那さんの宮殿の方に行かせていただければと。あれ、制作時間どれぐらいですか。制作時間は4時間ぐらいですかね、はい、あ、いや、みんな早いな。こんなもんで作れんの。周りが結構レベル高くなってきちゃってるんで、はいはい、もうどんどん作り変える結構主流になってきちゃってて。あ、じゃないとこう人が来ないんですよね、新しいものをどんどん入れていかないと。あ、そうなんだそんな大変なんですね、マイトピア。じゃあちょっと今旦那さんのところに来てます。じゃあちょっと見させていただきます。はい、あ、これはなんか高級マンションみたいな。これはテーマは何になりますか。ここは、はい、漫画のバキの地下闘技場再現しました。地下闘技場っすか。闘技場になってるんですかこれ。そうです、中は闘技場になってます。え、あれですよね、バキのなんか武蔵とかが戦ってたところですよね。そうです、そうです。すげえ。あれ、どこでしたっけ。どこにある設定されてるんでしたっけ。設置されてる、東京ドームの地下ですそうだそうだ、東京ドームに実は地下があって、そこでもう謎の格闘試合がされてるっていう設定ですよね、確か。そうですよね。いや、じゃあこの中が格闘技場になってるわけですね。いいですか。どうぞどうぞ。あ、ここじゃあもしかしてチケット売り場というか受付。いや、ここはそうですね、受付ですね。はい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 。で、こちらでチケットを買っていただいて、はいはい、こう中に入っていくって感じで。闘技場の発想はなかったっすね。おお、すげえ。あ、すげえ、なんかVIP席みたいのがある。そうですね。あ、すごいっすね。徳川さんが観戦する場所ですね。はい、あの、そうだ、徳川
何代目徳川が現あ、そうです、そうですよね。わ、めっちゃ広いっすねこれ。すげえ、陶器帳なんか作れるんだマイトピアで。面白いっすねこれ。ここで試合が行われる。これ中入れんのかな。入れます入れます。そうですね、そこをジャンプしていっていただくと、はいはい、下は砂になってて、はいはいはい、あの格闘者の歯とか骨が埋まってますそういう設定でしたっけ。そうですそうです。ああ、なるほどなるほど。じゃあここは一見綺麗に見えるけれども、もうすごい状態になってるわけですね。いや、これなんかあれですね、もう戦闘したいですね。戦闘モード解放してほしいですねこれ。パンチぐらいさせてくれたら嬉しいですよね、うん、ちょ、ビップ行きたい、ビップ行きたい。ビップ入れるんですか。ビップは入れます入れます。ぱっと見わかんない。あ、こっちか。まあビップっすからね。おお、すげえ。うわ、めっちゃ見えるめちゃくちゃいいっすね。あ、ちょうど見えるようになってんだ、すごいな。そうですそうです。ちょうどなんか無駄なところが排除されて、しっかりそこだけ見えるようになってんですね。すごいっすねこれ、計算が。これちゃんとなんか合わせながらやったんですか、ここから見える景色を。一応あの計算しながらやってたんで、作ってる間にこの部屋は作りたいなと思ってたので、ここに作りました。僕だったら絶対真ん中とかずれますもん。これなんかきっちりもうドンピシャっすもんね。すごいなマジで。であそこのピアノで、まあ、演奏が入ると。そうですね、試合の前に一回心を落ち着かせてね。あ、なんか選手が入ってきた、選手が入ってきた。エントリーですか。エントリーエントリー。ちょ、受付、これもう参加、あ、消えた。あ、でこれ天井も結構綺麗にしてて、はい、すげえ、天井おしゃれっすね。え、上行けるんですかこれ。上は行けないんですけど、ドローンで上から見てもらうとなんか模様みたいになってます。雪の結晶みたいな感じになりましたね。あ、ほんとだ。これなんかいいっすね、この見えないところが。ドローンで見て初めてわかるみたいな、このおしゃれさ。そうですね。じゃあちょっと最後にこちらの闘技場のご案内というか、あのご宣伝を最後にお願いいたします。はい、バキチカ闘技場を作ったので、まああの夫婦喧嘩とか気に食わないやつがいたりだとかしたら、ここに誘っていただいて戦うなり、まあの戦う前にマイトピアに招待してる段階でもう仲良くなってると思うので、そういう手助けになったらなと思いますんで、ぜひ遊びに来てください。素晴らしい。はい、いかがでしたでしょうか。もう宮殿もすごかったですね。宮殿、まあ、庭とね、あの、まあ、夜がね、やっぱり、マイトピア素晴らしいですよね。夜のね、月とかね、移動できるようにしてほしいですけどね。まあ、イギリスの宮殿と、あと旦那さんのね、地下闘技場っていうね、バキの地下闘技場、バキ見てる方いらっしゃいますかね。まあ、ちょっとね、見てない方はね、あの、ぜひね、ググっていただければと思うんですけれども、あの、まさか闘技場を作ってる人がいるとは思わなかったですね。はい。ということでね、まあ、ぜひぜひね、お二人のね、ツイッターのか、何かね、許可をいただいたのを多分概要欄に載せておくので、ぜひそっちから遊びに行ってみてください。ということで、あの俺のマイトピアすごいだ、このマイトピアすごいの知ってる、すごい人のマイトピア知ってるとっていうことがいらっしゃいましたら、ぜひお知らせいただければと思います。はい、ということで、Twitter、Discord、グループ、LINE やってますので、そちらの登録とチャンネル登録の方もいただければと思います。はい、ということで、また次の動画でお会いしましょう。